これできないと免許取れませんとか言って真剣に返されて、そうですよねすいませんとか言ってバカみたいなことに付き合ってもらいながらやった。バイク乗ってるの見かけたらガン見しちゃうぞ、まあ、ガン見しちゃうって言ってこけませんようにってお祈りしてもし乗ってるの見かけたらそう倒れたバイクを立て直すの大変そうなの。もうさあでも大型に乗って気づいたのはもうバランスを崩したらもう自分が逃げるしかないと思うのよ。もうポイってするしかないと思うんだけどバランスをここで保つって決めて保てれば大型の方が安全だよねきっとって思う。どう？分かんない、分かんないんだけどそう思った。どんなヘルメットですか？ハーレーのあれな、アイスグレーじゃないか、グレー、ブルーグレーみたいな色のヘルメットです。大型取るときガタガタ道ゆっくり走るの苦手だった。わかる。そんなさ、いや競技をやる方だったらね使うときあると思うんだけどさ、そんな山道走りませんけどって感じじゃない？だからさあれもね怖いよね。なんかこのガタガタ道の途中でエンストしたらどうしようってもう一回思っちゃったらダメだね。大丈夫、私はできるって思い込んでも怖かったな。あれの免許持ってる。高速とか余裕で走れそう？バイクで？いやちゃんと高速走ったことないからわからないけど、その時のさ風の吹き方とかにもよるんじゃない？あと走る場所とか。だってもうレインボーブリッジとか、何？風速10キロ？10キロっていうの？とかでもさ結構それこそ車高の高い車とか揺れるもんね。それバイクだとちょっとドキドキするよね。車の免許は18歳になる時だから、17歳の7月ぐらいから多分二輪、中型二輪通って取った日にも